どうもプロボーラーのサーです。今日はですね、このフラックスプライムを投げてみたいなと思います。このフラックスプライムのね、動画はもうすでに何本か上げさせてもらったのでね、このボールの良さは十二分に伝わったと思います。ただですね、以前上げさせてもらった動画はね、比較的綺麗なレーンコンディションばかりで投げた動画なんですね。ということで、今回は、汚いと言ったらあれなんですけども、一般の方もね、ハウスボールの方もたくさん投げられた、キャリーダウンしまくってる状態でこのボールを投げたらどうなのか。このボールの特徴は何といってもね、ストームの最強のカバーが使われているんですね。ですのでキャリーダウンにも強いと思いますので、皆さんにもぜひそのキャリーダウンにもこのボールが勝つというところをね、見ていただけたらなと思います。それでは投げてみたいと思います。どうぞ。はい、それではね、早速投げていきたいなと思います。レーンコンディションは桑田カップのコンディションです。はい、どうだ。オイルに勝てるのか。おー、オイルに勝ちますね。はい、めちゃめちゃキャリーしてますけども、しっかり噛んでくれますね。はい、あの桑田カップのコンディションはね、真ん中非常に油が入ってるんですよね。そのコンディションで、一般の、皆様がね、ハウスボールで、たくさん投げられた後ですので、奥はねすごい伸びてるんですよ。でも全然そのキャリーを感じさせないぐらいしっかり曲がってくれますね。すごい。おりゃ、どうだどうだどうだ。うおしっかり噛んでくれますね。はい、でね、このクラックスプライムは実はあの800番で、サンディング、しております。よりオイルにね、あの強くなるように800番で、サンディングしています。そんなにねサンディングしていると、ね、どのボールでも曲がるんじゃないかって思われるかもわかんないですけど、やっぱりねオイルに、そもそもの素材が強くないとやっぱり曲がらないんですよ。いきますよ。ふいっ、いきます。お、どうだどうだ。おー、しっかりやっぱり曲がりますね。いいですね。そもそもね、オイルに弱い、ボールをね、サンディングしてもね、キャリーにやっぱり負けてしまって曲がらずにそのままシューっていうこともやっぱりよくあるんですよね。ですけどもやっぱりさすがストームの一番オイルに強いボールということで、素晴らしいですね。めちゃめちゃ噛みますね。いきます。いや、どうだどうだどうだ。おー、いいっすね。いいですね。いいボールですね、このボール。本当にオイルに強い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 。めっちゃ噛みます。でね、このボールのすごいところはね、あの以前の動画でももしかしたら言ったかもわかんないですけど、手前のね、手前でこうボールがこう起き上がっても奥でしっかり曲がってくれる感じがするんですよね。はい、普通ねオイルにただただ強いボールでってね、そんな感じじゃないんですけどね、手前でもう食われてしまって先は全然来ないボールっていうのはよくあるんですけど、このボールはね、あの手前で食われてしまっても、食われるっていうのはね、手前でボールがドンともう摩擦抵抗がしっかりありすぎて起き上がってしまって先で動かない感じ、そんな感じが本当にしなくて、手前でドンと来ても奥でしっかり曲がってくれる不思議なボールなんですよ。ほら、すごいでしょ。しっかり噛むでしょう。いいボールですよね、本当に。いやー、オイルに強くていいボールだな。いいですね。しっかりね、こんな柄なんですけどしっかり転がってくれますしね。本当にね、こんな柄って言ったらね、あのメーカーさんに失礼ですけどね、こういう柄って苦手な方多くないですか。僕もね正直苦手だったんですけど、でもねこのボールね、こんなに色の違いがねあっても、大柄でね色の違いがポンポンあってもなんかすごくね転がって見えるんですよ。こういうボールってなんか転がって見えなくて、気持ち悪いなっていう感じがする時あるんですけど、全くそんな感じしないんですよね。はい、非常に気持ちのいいボールです。素晴らしいです。じゃあちょっと普通に投げてみます。どんな感じかな。よし、この辺かな。この辺からスタートしてみよう。こう、どうだどうだどうだ。おお、いいっすね。めっちゃいいですね。はい、キャリーダウンにも強い、やっぱり強い、やっぱりいいボールです。やっぱりってね、なんか否定した時もあるのかって思われるかもしれないですけど、全くないですよ。すごいボールです。はい、からかな、この辺かな。よっしゃ、力抜いてあの角度。どうだどうだ。
あ、ちょっとね内すぎましたね、いくらなんでも。はい、ちょっとスピードも出た感じでしたね。よし、あと1球、あと1球投げたら点数つけていきたいなと思います。よし、いくよ。どうだどうだ、えい、あ、天品か。いい角度で入ったけど天品でした。まあまあでもね、それでもいけそうですね。はい、内側のね本当に伸びきったあの油でもね全然苦にせずしっかり曲がってくれそうですね。これだったら点数出せると思いますので頑張っていきたいなと思います。それでは早速1ゲーム投げてみたいと思いますのでぜひご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速1ゲーム投げていきたいなと思います。僕がねしっかり投げればねちゃんと高い点数出ると思いますんでね頑張っていきたいなと思います。よし、力抜いて、この角度、スピードこんくらい、OK、いいだろう、いいだろう、よし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 、ストライク、OK、しっかり投げれた、いい感じですね、奥の伸びにも全く負けないですね、本当にね、さっきね、奥見に行ったんですけどね、どんな感じなのか、めっちゃキャリーしてたんですよ。すごいんですよ、まあ、キャリーっていうのはオイルが奥に伸びるっていうことなんですけどね。はい、よし、いくぞ。どうだ、力抜いて、どうだどうだどうだ、よし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 、ダブルダブルダブル、オッケーオッケー。ちょっとね内打ちすぎたかなと思ったんですけどね、このボールの真骨頂キャリーダウンにも負けず買いましたね。キャリーダウンにも負けずしっかり噛んでくれましたね。よかったよかった。よっしゃ、 OK、 ダブル、幸先いいですね。よし、力抜いていきます。この角度、いくよ、よし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 、あー出過ぎた、あー出しすぎてしまった。ビッグファイブです、ビッグファイブ。桑田カップで出さないように気をつけよう。はい、桑田カップで出さないように気をつけます。あ、ビッグファイブじゃない、ビッグフォーじゃない。いろいろ難しいですね。取れないかなこれ。はい、頑張って取ろう。取れないかな。いや取れないですね、さすがに。あー、やってしまったな。はい、52点、サンフレで52点。いやー、ここまでオイルに強いとはね、まあ逆にねびっくりですよね。もうちょっと収まるかなと思ったんですけど、やっぱりオイルに強い分ね、キャリーに強い分しっかりカミカミで帰ってきてくれましたね。まあまあそれはいい点として捉えましょう。よし、いくぞ。どうだどうだ、よし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 、よかったよかった。はい、1枚入りました、1枚中に入りました。落とす位置も中にしました。フッキングポイントはあまり変えずにいくイメージでしたね、今のはね。こんな感じで投げました。はい、そして中に入った分ね、やっぱりオイルが熱いと思ったんで、少しスピード気持ち遅い感じで行きました。もう一回今のができるといいんですけどね。よし、行きます。また出たけど、おい、しっかり返ってきてくれる。はい、中に入ってた分ね、はい、さっきのね立ち位置からボールが出ていったらまたど真ん中だったんでしょうけど、ちゃんとね中に入ってた分ね救われましたね。 OK です、ちゃんとアジャストできてますね。 OK、 よし、角度このくらい、どう、どうだ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 、うー、あー完璧な7番、
ジャストセブンショック、クソ、今のは飛んでほしいですね。完璧だと思ったんですけどね。ただね、本当にね、このボールね、皆さんね、聞こえてないかもわかんないですけど、ピンの当たりの音が凄まじくてすごい気持ちがいいんですよ。よいしょ、大丈夫だろう。はい、ピン当たりの音がね、すごいんですよ。なんかね、ブルドーザーが当たったみたいな音するんです。ドーンみたいな。すごいですよ。この前ね、ご購入いただいた方ともちょっと話してたんですけど、音がね、ピンに当たった時の音がすごいんですよ、本当に。ドーンっていう感じなんですよ。ちょっと厚めだったな。はい。このまま行ったらまたね、ちょっと、ド厚めに行ってしまうかもわかんない。ほんの少し気持ち入っときます。どうだ？よし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 、よかったよかった、気持ち入っておいてよかったですね。はい、気持ち入った分ね、余計に油があるところに行きますんでね、やっぱり力加減とかね、回転の加減とかは考えて投げないといけないですね。はい、でも大正解です。次も同じことできるかな。角度こんくらい、力抜いて、よし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 、あー、天品か、天品か、くそい、くそい、あー悔しい。汚い言葉使ったらダメですね。くそとか言ったらダメですね。悔しかったんですよ、それぐらい悔しい。はい、でもね、やっぱりオイルに強いところは見せれてますよね。非常にいいと思いますよ。よし、天品しっかり取れるかな。よし、大丈夫だ。 OK、 大丈夫大丈夫。よし、いいボール、ね、このボールね、本当にね、ピンの音がねすごくて、当たった時の音がね、とにかくピンアクションに惹かれますね。まあ動きも当然いいんですけどね。このボールね、桑田カップに持っていこうか、今現時点ですごく悩んでます。本当はね、持っていくべきなんですけど、この前シーズントライであった点数を見てるとね、東京の会場ね、信じられないぐらい高得点が出てるんですよ。ですので、ここまでオイルに強いボールいるのかなっていう感じがちょっとしてます。はい、オイルの量とね、レーンコンディションとボールのマッチングは非常に大事ですからね。どうだどうだどうだ、よしよしよし、 OKOKOK、 皆さんどう思います？コメントください。持っていった方がいいのか、持っていかなくていいのか。僕はとりあえず持っていきたいなとは思ってるんですけどね。じゃあ持ってけよって話なんですけど。でもね、プロボーラーでも迷うんですよ、本当に。ね、この前もフィジックスで最後まで行けたんですけど、中に入ったらね、クワタカップのレンコンディションは非常に油がしっかり入ってるのでね、僕はオイルにあまり強くないボールよりもオイルに強いボールを使いたいなっていう気がしてるんですよね。はい、ですので、こういうオイルにしっかり強いボールっていうのはね、入れておきたいなっていう気もしてるんですけど。よし、行くぞ。よし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 、ダブル、 OK、 アピールになってるかな。でも内容的にはね、まあ、3フレはね、僕のね、判断ミスですね。2フレがちょっと厚めに来たので、その時点でちょっと寄っとくべきでしたね。はい、でダブルで、6フレが完璧に入ったんですけど、厚めの7番ピンストライク、そして8フレが、まあ、10ピンそして、ストライクという感じですね。しっかりアジャストが一応はできてますね。運が良ければビッグゲームになってましたね。よし、力抜いていこう。どうだ、よし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 、はい、 OKOK、 OKOK、 220までいけそうです、ね、中に入ってね、
本当にね、奥のオイルすごい伸びてるんですよ。何回も言いますけど、それでもねこれだけしっかり曲がってきてくれるグルってなかなかないと思うんで、なんかねオイルに強い強いっていうボールでね、何回も言いますけどね、手前で終わってしまって先で動かないっていうボールがあるんですけど、イメージを覆されますね本当に。このボールなんていいボールなんだ。よし行くぞ、しっかり抜きます。よしいい感じ。あ、天品でした。はい、ちょっと薄めに入っちゃいましたね。はい、ということで、まあ途中でね6本のスプリットとかはありましたけども、220点出ました。クワタカップのね連行2勝を昨日引いてね、一般の方々がたくさん投げられているのでね、何回も言いますけど、ハウスボールはね、何回も言ってるのかなわかんない、すいません。ハウスボールはねフレアというものが出ませんので、もうオイルの筋が1本なんですね。ですので油がもうどん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 奥に伸ばされていきます。手前でついた油がね、で普通に曲がるボールを投げてもね、その伸びたオイルに負けてしまって曲がらないっていうことって結構あるんですけども、このボールはそんなことないですね。その伸びたオイルにも負けずにしっかり曲がってきてくれます。非常に素晴らしい、荒れた連コンディションでも大活躍してくれそうです。本当に素晴らしいボールだと思いますので、ぜひねこのボール、はい、興味を持った方はぜひね、はい、ご検討よろしくお願いいたします。はい、それでは今回も内容が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。